ちょっと企画決めていきますか。そうやな、あいつも通り、うん、はい、やっとこう、OK、はい、すまんやつなんで1、2、3、4、はい、じゃあ100万再生いつも通りの順番、いつも通りの順番、じゃあ、まじでいつも通りっぽくいくで、うん、じゃあ、俺が行きます。寝て起きたらここどこ、一番遠く行ったやつ勝ち。こうあれやん、泥酔してさ、はいはいはい、ここどこっていう時あるやん、一番遠く行ったやつ勝ちって。あーでも作り込みがあったんかな。まあいいよ、次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 よ、うん、原付ヤンキー、お、これヤンキーの格好して、うん、グレながら旅行します、原付で。おもろけど原付っていう、なるほど、こういうさ、イメージやん、うんうんうん、原付で、あ、でもちょっと作り込みがあんまりな、企画の。オーケー、まあいいよいいよ、次行ってみて。1週間で一番遠いところ行ったら勝ち、甘い、しかし気づかられたら負けっていうね。ほう、1週間、結構撮影とか編集とかもある中で、はいはいはい、一番遠いところに行ったやつが勝ちやねんけど、はいはいはい、お前、あっこ行ってたやろって言われたら負けなんで、もうその時点で負けやん、気づかれたらみたいな、ね、甘い、え、作り込んでぶちのめすぞお前。ぶちのめすぞ鼻中心に。次俺やな、いいよ、たかしの部屋を掃除しよう。作り込み、お前が部屋片付け通しだけやん。なんてなんてタイトルなんて、たかしの部屋を掃除しよう。誰が見んねん、4やん、ほんまに無理でさ、お前の家族で4やん。ほんまにきつくて、あのすぎる、そんな俺の部屋も掃除してほしいわ。せやんな、うん、じゃあお前の部屋も掃除しようや。そんな感じでいいの。うん、俺のちょっとまあ改めて聞いてみて、企画に隙がないな、やろ。二日酔いに効く最強の一品対決っていうのが二日酔いやったんで思いついたんですけど、いやこれは知りたいな。でこれ二日酔いの中でやるからおもろい。なるほどね。で、あと一個考えてるのがドッキリ。ああ、なるほど、ね、以上で、いくらドッキリを考えてるけどいつ出されるかわからん状態やから、ね、じゃあ次、出ちゃう。正直甘すぎるな。甘いや、甘い、甘い、どう甘かった、いいっすか、うん、砂糖とシュークリーム、甘っ、甘いな。え、いきます、あのちゃんだらけの飲み会、あのちゃんね、やりたいのかな、ペペペロペペペロペロ途中、あペロ途中、ペロ途中、ペロ途中、そのシーン撮りたいだけ。ツッコミ、ツッコミキャラとかいうはペロ、あ、俺もそうなんだ、山里さん役でツッコミやってるからね、ペペペペロペペペロペロ途中、ペペペロペペペロペロ途中、ペペペロペペペロ、あのサイドに殺されんぞ、お前が突っ込むかい。Quand t'es venu dans la rue à côté。 1日100軒はしご、1日で居酒屋100軒はしご、それ、いやいや、そう、早朝から目指そうや、すぐ1日か、1日100軒やから、きつ、昆虫食丼を作ろう。おお、今昆虫食って、昆虫食ちょっと話題やから、コオロギがしがみたいな、あー言ってんな、ペロがやってることをどうしたらいいってことだよ。あ、そうだ、ペロが呼ぶ、生きたやつ食うからもう、俺やそれ。いつかではあるよ。昆虫って何が好き、昆虫の中やったら、あ、確かに食べるとしたら、あるよ、なんやろな、あー、ミルワープ。ガチやガチや、ミルワープ一番食えるし。あれ、あれ、ちょっと待って、天才ハッカー。カラオケ盛り上げるバイト、あー、いい、あー、普段のたかしをやればいいってこと。あ、そう、普段のたかしを。もしは本当にもしは君が僕のことを持ってくれ、ワンチャンセンサー。めっちゃ気持ちいいわ。あ、友達戦闘力バトル、あ、待って、何それ、自慢の友達一人ずつ連れてくる、うわ、誰が一番戦闘力高いかって、戦闘力だよ、だからいろいろ頭の良さとかあるし、スポーツできるとかあるし、芸能系とかじゃなくて、じゃあ普通に友達、はい、はい、はぁ、なるほどね、ポケモンみたいな感じで連れてくる、まあ人と人と比べるのは良くないから、コンポいいよ、コンポいいやん、まあ確かにちょっと人をコマのように扱いようになってきてるから、もっと悪く言うて、最終ポケモンみたいなって言うて、
めっちゃ悪い企画出したみたいな。次、野良犬見つけるまで帰れません。あれ、あれ、徐々にあれ、あれ、これ一番、俺一番自信あるやつ最後に持ってくるタイプだから。どこだよ、野良犬見つけるまで。お前、今この日本に野良犬おるかって。いや、お前、JR で新今宮降りたらもう終わりやん。おるけど、おるやん、おるやん。じゃあ今で揃った内容で話してみます。いや、まだ言ってへん。え、あれ、え、あれ、あ、それ言ってなかったっす。けど、ペロさん、この6年間でまだ企画通ったことないっすよ。ちょっとあるから。まあ、とりあえずじゃあ1個目、はい、今欲しいものをプレゼンっていうので、あ、まあ、自分が今ほんま欲しいものをプレゼンしていって、うんうん、はい、で、ほんまにもう、もう買ってるわやったらもう4人で。あ、おもろい。あ、なるほどね。令和のドラマ、令和のドラマみたいな。あ、いいや、いいや。あ、お前を作っただけ。あ、ちょっとおもろいな。確かに。あいつら明日やろや。やるやるやる。ありよな。それ1本の動画にするんですよ。うん。で、明日撮るのがちょうど1本を決めないといけなくて、その企画を今ちょっと1本だけ決めたいんですけど。あ、確かに。うん。出て起きたら、ここどこ一番遠く行ったやつ勝ち。まあ、最後やな。原付ヤンキー、これちょっとおもろいね。おもろい、原付ヤンキーおもろない。おもろい、お前こんなとこ行ってたの。俺はほらそれ欲しいね。確かに。こいつらの知ってるやん、メンバーのことって。けど、え、お前マジって言いたい。韓国とか見て。あ、面白い、めっちゃおもろい。えーってなるから。どっかみんなにフラッて行くとか。いや、たかしの部屋そうやってありやと思う。いや、気になるわ。行きないわ。全員引く使いの方がおもろいけど。確かにな。でもそうやったら撮影ビシッてなくなる。いや、確かに。まあタイミングあったら撮ろうっていうやつ。現実的に結構な、大変やはり。あ、撮れてる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 。あ、欲しいものこれ。これ、これもいいよ。正直これが俺も欲しいかなっていう。おー。よくないですか。明日ちょうどスケジュールができる。え、でも部屋企画が多いから。いや、明日は外やから。さあ、ということで動画できるまでの、続きだぜ。ヘラヘラすんなや、お前撮影やぞ。結構大会系なんでね、エレクすいません。マジ、いや、これは良くない。エラを大事かなとしてる。あんま出したくなかったんですけどね。やめとけ。暴力当たり前です。やめろ。で、止めに入ったやつらで喧嘩、これあるあるっす。関係ないとこで喧嘩、これあるあるっす。撮影やつ、うん、舐めてかかるな。こういうとこにてっちゃんがおらんってのもあるあるっす。そう、関係ないとこで喧嘩あるあるっす、だいぶあるっす。で、ここにてっちゃんがおらん、てっちゃんがおらんってのもあるあるっす。お前のせいやん。ミミクサナクソペロニチョウ、どうもピロヤナチクです。欲しいものプレゼンしてうまいやつをこれ買ったんでー。欲しいものプレゼン、はい、マジか。まあ、俺は平和とか募金とかユニセフとかやからな。まあ、気合い入れてやっていきますわ。めっちゃええやつやえ、あれがお前のこと嫌いな。募金とユニセフの違い教えて。一緒やね。募金とユニセフの違いはしっかりやって、募金は募金でユニセフはその団体やから全然別。でも俺お前なんか嫌い。なんか嫌い。そうやって。めっちゃ薄いしないということで、わかりやすいように言っただけ、お前に。俺がめっちゃアホみたいな。大丈夫ですか、喧嘩とか。そことそこ確かに。ブレーキぐらいじゃん。大丈夫ですか。腰低すぎる朝倉未来やんだよ。そこは全然大丈夫ですか。ということで今回なんですけど、まあ欲しいものあるじゃないですか。人間生きてたらね、趣味とかもありますし、でそれを今回プレゼンしてほしいなと。なるほどね。でも欲しいものの上限とかも構いません。何でもいい。いいじゃん。おもろい。皆さんに頼んだ一つだけ。何？プレゼントうまさですよ。ああ、そうだね。やっぱ営業とかでも大事じゃないですか。売り込んだりする力っていうの。それ今回皆さんに身につけてもらおう。来た来た。身につける系。これは社会的スキル最高大事ですよ。でもうまかったらもう4人がいいよっつったらそれ買います。マジで僕たちが稼いだ金で買うんで。今回だから資料とかも用意してくれてるね。ちゃんと用意してくれてるね。
よ、俺もね。どうですか、ニット兄弟その2人は。どうしたん、どうしたん。今日は高いニット帽をプレゼント。まじゃあ早速やっていきましょう。はい、やり直した思った、俺も。まあ、やっぱ、まあ、いつもやったら8回ぐらいやりました。うん、持ってくれ、ティザクみたい。まあ、いけんちゃう、今日は。ちょっと笑い3点も遅かったから悪い、うん、思った。いや、じゃあ途中で止めようかな、お前。うん、よかったね、ボケは。いや、俺も全然、今のが自分の中で30点。そうか、なんかニット帽を振られた時、お前から来るのかなって思ったから俺もワンテンポ遅れて。あー、確かにな。でも一回回避してリズム笑い、笑いも回避して。体は全部で、体は全部で、体は全部で。いつものは全部確認させて。全部確認させて。せーの、オッケー。天才の声だよ。チューニング合わせな。笑いのチューニング合わせな。私が欲しいものはリバプールのグッズ10万円分でございます。サラーのね、レーザー浴びすぎたこの子、こっからの人。あ、このメンバーもとんでもないメンバーです。誰とんでもないメンバー。名前なんて言ってる。あ、とんでもない。その場合、はい、勝手にしてください。あかんやん。そして2、イージーライト。我が社のセグウェイが出している。何やん、ハンズメンバー。彼女もぜひ実験して。あの、もう、死にます。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 早い。おもろかったな。いやー、確かに。飲み代って言ってほしかったな。飲み代が正解やったな。お前飲み代でいくら、もうスイッチも回せる。しかも今日は時間あるしな。うん、そうやねん。風俗代とかだったね。あー、おもろいな。今日の飲み代。え、多分セリ始まってた。セリ始まってた。はいはい。5万。10万、10万、10万。うわー、その手があったか。いや、でもよかったな。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、おもろかった。順番もよかった。止めて思ったけど、一回、あの、トマランとかやり直せ。ああ、いや、俺も思ってました、正直。ああ、確かにちょっと尺は喋りすぎだな。めっちゃ良かったけど、俺テスラ、ちょっと書いてないね、正直。ああ、そうか。そう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 。しかも編集尺で言ったら、13分、2分時点あるぐらいでしたな。あの2人分かってたんやけど、正直名前。分からんかったのあれ正解でいい。あれは正解。あれは正解。2回、てか分からんかったの、分かってたの知ってたし、知ってたし。ああ、そうやな。映画好きやもん。で、あの、最初のあれだったよ、今。うん、あそこもなくていいんじゃん。え、どういうこと。え、あるプレゼンも正直、まあ、なんか、薄いし。ああ、なんか記憶にあんまないっていうか。俺もよくわかる。確かに俺もあんまない。記憶にカットされてる。そうそうそう。そうですね。なんか面白かった、面白かった、めっちゃ面白かった。ああ、プレゼンも面白かったし、最初もなかった。なんかな、あの、聞いてて楽しかったけど、引っ込みがどうしても思い出せないんですよ。よくないなあれ。だからもう、だからもう、まるまるカット、まるまるカットしてる。ちょっと尺的にレーザーポインターのさらに、それはおもろい。それはなんかこの時みんな寝てなかった。朝やかったから。うん、そうやん、ちょっと朝やかった。校長ぐらい思んなかった。もしかして今サーチュレーション上げなあかんねん、絶対。で、そっからクロップでどう対応するか。でもな、このサーチュレーションの関係的にもうちょっとクロップで寄ってもいいな。ゾウの。え？何すか？何してんすか？お前。レイクレの動画ができるまでって今撮ってるじゃないですか。うん。で、今回あのプレゼンの動画撮ったんですよね。はい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 。その編集が実は裏方の子が担当してる。ああ、なるほど。まあでも、まあ、こんな感じで編集するよっていうのをちょっと見せていこうかなと。そうやな、確かに思います。確かに楽しみだ。ペロ、この間の女の子とさ、うん、あれどうなった。名前入れすな、お前。ちょっと水飲もうかな。あっ。よかったよかった。危ない危ない。危ねー。え、こないだ女の子やったっけ。うん、何もできんかってん。そう、何もできんかったん。そうやね。
じゃあお前この間のさ、次の話題はだいぶやばいやつやったからさ。まあレンチナ、あなた戻りなさい。私はそんなに軽い女じゃありません。ちょっと失敬。いや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 。